なんでこれ、これ多分湧き水だ。俺めっちゃここだと冷たい。貸して網、網貸して。なんかおるんじゃないか、ここ。しっかりガサったら、あ、うわー、網網網、ザリガニザリ、あらあら、あ、貴重なザリガニだこれ。ほらこれちょっとニュースになるぞ。なあ、これちょっと日本の深海ザリガニだこれ。おいおいおい、日本中皆さんどうも、こんばんは。ガサガサの鬼です。今回ね、雨が降っても今回、はい、とんでもない昆虫がこの辺大量に発生してるらしいんだよ。そうなんですか。それ捕まえに来たんだ、雨降ってるけど。やりますか。やるよ。やりましょう。あそこあそこ、こっちこっちこっち、あそこの奥、ここ降りてって下まで行けばとんでもないなんかおるらしいんだよ、ここ。ここはちょっと、ここはちょっと無理か。これは、これは無理ですね。さすがに危ねえか、ちょっと。ここは危ないですね。ちょっととんでもない生き物がおるらしいんだよ。ちょっと取ってこ。ちょ、専務、ここやばい、とんでもない昆虫がおるんだって。なるほど。2メーターぐらいでっかい、捕まえて何でもいいから。なんかおるぞ、ここ。セミだ、セミがおる、セミがおる。なんか取って取って。生き物なら、カタツムリおる。おし、捕まえろ。食べれる、食べれる、捕獲してくれ。いや、全然見えん、僕。カタツムリ、カタツムリ。え、取れ取れ、貸して、水で。これは珍しいカタツムリ。ちょっと平べったやろ。うわ、めちゃくちゃこれ珍しいカタツムリだ。普通のカタツムリじゃない。あ、そっちも見せて。これは殻だ。と見せて見せて。これね、あのすごい貴重なカタツムリ出てくるやつの貴重だった。これはすごい、皆さん、これは貴重ですよね。初めて見た、こんなの。なんとかっていうカタツムリなんだよ、これ。いるよ、置いた方が出るよ、多分。マジで、ちょっとあのさっきのリノモリ入れよう。これちょっと学会で発表しようよ、これ。これなんていうカタツムリだ、これ。お、なんかやってるやってる、なんかおるぞ、ここ。わあ、なんかちょっと新種が、新種の生き物がおるわ。社会おる？おる？新種の生き物。やばい、行こうか、探検しよう、探検。ちょっと行く。行く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 。やべえとこ来たな、おい。やばいやばい。危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっとなんかやべえのないか？なんかおらんすかね。おるって。誰の知らない生き物が。危ない危ない危ない。これは危ないぞ。あー、気をつけろ。あ、セミがおる。アマゾンセミだ。なんだここは。危ない。タランチュラもおるぞ、ここ。クモとかヘビもおるで、気をつけよ。クマもおるでな、ここ。ちなみにクマもおるか、気をつけろ。クマがおるで、ここ。気をつけよ。あ、貸して貸して、タモタモ、おったおった、よし。え、何が、ガーッ、ガーッ、逃げられた。ガーッ、セミだ。見た、今見ました。逃げやがったぞ、あいつ。立て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 、デカミに倒しちゃう。ふくらふくら、はいはい。うわーうわーうわー、ヘビみたい。触って触って、めちゃめちゃでかい。うー、ヤマミミズ、すげえ、でっかい。これはやばいな、どんどん取ってこう。こういうの。ナイス。気持ち悪い。よし、オッケーオッケー。こういうところに結構あれで、虫とかおるでな。アリ地獄とかないか。あ、アリ地獄だ。これ。見て見て。本当に？これアリ地獄。え？これ。これ掘ると中に、本当だ、中におるんだ、アリ地獄が。え、掘ってみます？こうやってやると出てくるんだよ。ちょっと出てこんけん。多分こうやってやると多分奥におるんだよ、アリ地獄が。昆虫が来るのを待ってんだよ。やばいな、この辺ちょっとクマが俺で、気をつけろ。ミキ、もっとどんどん奥奥奥行け。ちょっともうこれね、めちゃめちゃ山深いとこ来てるから一般の人来れない。クマには気をつけろ、はい、クマが来たら俺がやったるから。あ、お願いします。ああ
俺が体でやったるから。熊が、熊がおるかな、ここ危ない。右イノシシもおるからな。イノシシ、クマ、あとの野犬もおる。野犬も見ろ見ろ、キウイグミ、これ食べれるか。変なのがある、キウイグミ気をつけろよ。ビワだ、ビワ、これこれビワだ、ビワだね、ビワの葉っぱや、ね、ビワがなったら食べれるぞ。ここでちょっとややするぞ、今日テンポ張って。あ、そうああ、ちょっと戻れるか俺ら。もうかなり山奥来てるぞ、はい、どこだここ。そうなんとかせんだろうな。あー危ない、あんまり深いとこ行ったらやばいかもしれん。キウイグミだ、またアマゾンに存在する。これ日本でもね、人が来れないような場所なんで、ちょっと場所は秘密ですけどね。やばいことになったな、専門やばいな、ここ、はい、こんだけ山が深いとこ来たら何が起きるか分かんねえ。オオカミ、日本オオカミとかおるらしいぞ、ここちょっともう限界まで来た。もうさっき1時間ぐらい山中歩いてます。ミキ危ない、その辺野犬がおる、野犬が、なんか危ない。秘密の池があるか、池があるか、よし、そこには何かいるぞ。危ない、池がある、よし、危ない、よし、池があるぞ。何かいる、魚が、食料がある、食料が。また転んだか、転びすぎだ、手が使えるもんね、転びすぎだ。池があるぞ、なんだここ。食べ物あるだろう、捕獲してくれ。なんだこの秘境の地は、人が多分入ったことないな、ここは。網ですくってくれ、それ上、うわぁ冷たい、これ湧き水だ、めちゃくちゃ冷たい。毒があるか気をつけろ、毒があるかもしれないぞ、ここ人が入ったことないんだ、ここカンカンがあるけど人入った、ガサってくれ、ガサってくれ、あれおるおるおる、ガサレガサレ、うわ沼だ沼だ、ギャーッギャーッ、助けてくれ、足がスリッパがなくなった、スリッパ取ってくれ、この辺どこだ、あった、入れば沼だ、命が取られる、これ沼だ、こうくっさ、匂って匂って匂って、臭い、これマジっすか、めちゃくちゃ臭い、こっちで洗え、そっちも臭いんじゃないですか、だけどここ臭くない、ちょっとその辺ガサってみて、なんかおるから、俺はなんかおるよ、冷た、野犬のなんか変なタンクをしそう、秘境の地だな、ちょっと向こうの俺ヘドロのとこガサってくるか、網貸してやったるわ、俺ヘドロの中入ったら、俺がここなんか生き物がいない秘密の池だな、日本のジャングルだ、ここ。どうした、これなんだなんだ、変なちっちゃい虫、どれどれ見せ、これ飛び跳ねるやつ、これ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 なんすか、これこれなんか飛び跳ねる、コオロギ、コオロギやろコオロギか、それコオロギがなんかやろ。どうした、ザリガニや、どこだ、わあ死んどる、くさくさくさ、腐っとる腐っとる、ザリガニが腐っとる、なんだこりゃ、白池か、ここは生き物が全部死んでるぞ、ここ、おい危ないです、白池だ、白池か、危ねえな、あちょっと向こうまで渡ったら向こうにも何かあるぞ、人が入ったことないんだよ、ここはシャレなんならんねこの野草見てみろ、待て、山吹き、山吹き、これ貴重な花、なんてやつ、山野草だよ、山野草、おそらく日本にない珍しい山野草だ、ビキ気をつけろ、マムシに気をつけろ、なんかあるぞ、うわ危ない、これザリガニも生きれないような毒の池だ、
くぅ、なんだこれは。人の、どうした、何があるか。嘘、うお、秘境の池1時間以上歩いてる山に。なんだこの池。ちょっとバサってきます。気をつけろ、沼みたいになって命取られるぞ。ブラックバスが来そうやな。ブラックバスが釣れそうだな、ここ。行けるは、取れるは取れるけど。気をつけろよ。どうした、行けるか。気をつけよ、危ないぞ。ちょっとガサってくれ。シャレならんな、俺らのガタガタ。命張ってるわ。うわ、危ない。よし、おるか。もう死の池ですね、多分。生き物がいない池か。死の池っぽいですね。クマとかおるか気をつけよ。臭っ、腐っとる。臭い、池が腐っとる。臭い死の池、沼だな、ここ。池じゃなくてザリガニも生きれないようなとこなんだよ。ミキ、はい、帰ろう。まあ、暴言したって感じですね。シャレならんぞ。ヘドロだな。拾ったエロホンの匂いがします。山林のもう俺40キロぐらい歩いてきたぞ。戻れるか。ちょっと命があるうちに戻ろう。ここはやばい。日本のアマゾンだ、ここ。魚がいないんだもん、だって生き物も。どうやって降りりゃいいの、ここ。どうやって登ってきましたっけ。確かここに急に手を持ってこうやって。危ない危ない。うわっ。ミッキー、そのとこガサってごらん、なんかおるんじゃないか。いねえか。死の池だな。でもここ死の池だ。危ない危ない。うわ、ヘドロヘドロ。うわうわ、何これヘドロ。ちょっと足そこで洗おう。クマだ。タランチュラ、タランチュラ。ジャングルってこんなもこんなんか。これで下があるから、これで家作れるぞ。おい、家作れるな。住むか、ここで。ただ毒の池だからな。なんでこれ、これ多分湧き水だ、これ。めっちゃここだけ冷たい。貸して、網。網貸して。なんかおるんじゃないか。ここ。しっかりガサったら。うわー、網網網、ザルガニザル。おるおる、おるやないかい。しっかりガサなんと。ガサなんかったやろ。水入れて、水すごい。ザルガニの子供いっぱいおる。え、本当は。水入れて、水早く。水入れて。どこがどうやって開けるの。貸して貸して。これでもうこれ逃がそう。もうこれ逃がして、カタツムリも逃がして、それも逃がして、さっきのカタツムリ逃がして。よし、ニホンザリガニかこれ。こんだけ山奥に来たらこんな、ほらほら、これちょっとニュースになるぞ。なあ、これちょっと日本の深海ザリガニだ、これ。山奥の深海におる普通のザリガニじゃない。大変なことになった。チャガイフ、はい、ここをこうやってガサったんだよ。こうやって、ここ、こうやって、それで取れたんすか。で、こうやって土ごとグワーガサって持ち上げたんだよ。そしたら深海ザリガニが取れた。うわあ！いっぱい取れるな。めちゃめちゃ取る。ほら。え、マジ？深海ザリガニがこんな山奥に。大変なことになったぞ、おい。ザリガニしかいないんだけど。じゃあ、それも新聞社呼んでくれ。大変なことだ、これ。新聞社呼ばなかったね、これ。ニュースニュース。ちょっと読売新聞。あ、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞と中日新聞と。全部呼ばない。全部呼んで、これ。大変なことになってる。ほらほらほら、深海ザリガニ。本当だ。山奥にしか生息しない。
貴重なザリガニだこれ。これもまだおるね。ちょっと取って取って取って、めちゃめちゃおる。しかもちょっと普通のザリガニじゃない、あの温度が1度ぐらいしかないんだよ。ああなるほどね。めちゃくちゃ冷たくて湧き水になってて。おるか。やっぱおるだろ専務。こっち見せて見せて。あ、取れた取れた。うそ、深海ザリガニどこだ。うわやった、来てよかったな山奥山奥に生息してるアメリカザリガニかこれ見てそれ土ごと取りすぎだわそれ。もっと浅いとこ。取れましたね。おおおお、深海ザリガニ、ほら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 。ちょっとでもさ、ここ地域特有のザリガニっぽいね。赤くないじゃん。あ、取れた取れた。またどれ。うわやっぱおるな深海ザリガニ。うおうお、入れ食いやん。あ、おったおったおった。どれ、ナイスナイス。これあ、これはこれちょっとさ、普通のザリガニと形が違うくない。そうだね。うわこれ日本ザリガニじゃねえか。ちゃうな、アメリカザリガニか。えうだ、またか。うわもうやりすぎだろ。ちょっとちょっとこれ食べようかちょ何匹取ってくるん自分。才能あるガサガサの。あ、まだほら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 こんな本当だね、ちっちゃいね。それはこれアメリカザリガニかな。ここにもおると思う。こんなんが日本ザリガニだったら大変なことやで。これ見てこれチビがちょこれニュースになるわミッキー、チャガイフ、はい、ニュースですか。おる、まだあのめっちゃ近い。おお。赤いやつが取れたぜ。おい、どうした。赤いやつだ。うわう、しかもなんかサイズがおかしくない、ここのザリガニ、うん、なんかちっちゃくない。ちっちゃいね。なにこれ、栄養がないんかな。栄養素がないんじゃない。だからちょっとドブ川で取れるのと違うじゃん、うん、山奥すぎて栄養素がなくて食べ物がなくて成長が遅い。いっぱい取ったらな、一匹だけじゃん、だって赤いの。そうだね。皆さんこれがねザリガニの牛、一匹だけ赤いのがいて、あと全部茶色っぽいの。めっちゃおるよ。ただ子供だらけだね。そうですね。多分これで年食ってんだよ。え、栄養がなくて成長できないんだよ。ああ、そういうこと。わからん。よっしゃ、入れ食い。どうした。うーわー、ザリガニの方向来たかい。あったわ、山奥までおらおらおら。うん、ちょっとこれニュースになるかもな。大変なこと起きてる、こんなちっちゃな池で網入れたら。こっち、こっちの。おお。これ入っちゃう。うん、これ。え？間入っちゃう、簡単に。うわ。広げて。うわ。大変なことになってきた。これはちょっと日本でも初めてじゃないかな、こんな。専務、これ大変なことになってきたで。大変なことおったか。おいおい、ひげりゃ、はい、もうすぐ入った。どれどれ、逃げたら入る、逃げたら入る。うわどうなってるここまだおるんじゃない。あ、これおる。これドーマンザリガニじゃないか違うなんでも言えや、一文じゃないよね痛い痛い痛い、噛まれた。ちょっと喉痛いわ、今日怒鳴りすぎて。もう探検で楽しいよね、ミッキー、チャガイフ。
これまた。またか。探検楽しいですね。ああ。戻れるか俺ら。方向がわかるか。でも大丈夫、迷子になったらザリガニ食べればいいんだもん。そうですね。おお、ここで野営して。はい、これ。まあよう取るな。え、大きいの全然取れんけど、ここ。ほら。でも赤いのが1匹しかいないって不思議だね。なんでだろう。ねえ。え？うーわー。10割やね、これ確率。ちょっとここ1000匹ぐらいおるんじゃないの。めちゃくちゃおるっすよ、これマジで。ほらほらほら。大丈夫、これでさ、俺らさ、迷子になって戻れなくなったって、これ食べてさ、うん、鶴があるから家作ってあそこで陸におるね、これ生活。どれ、うわ、陸ザリガニや。マントヒヒや、これ猿か、マントヒヒは。疲れてきた、疲れてきた。そんなにいっぱいおる？めちゃくちゃいますよ。嘘。ちょっとこの今回のこれですごい発見があって、こんだけザリガニがいて赤いザリガニが1匹だけしかいない、だからこれがすごく貴重な個体じゃない、うん、あとサイズがなんか痩せ細ってるよね、餌がなくて。そうだね。逃がす？逃がそうか。よし、お逃げなさい。ワンワン牛ガエルや、食べようと捕まえて、お逃げなさい、お逃げなさい。いやすげえ、めちゃめちゃうるドブ草。さあ赤ザリグニ君もお逃げなさい。蚊がやばい、ヤブ蚊だ。ヒラリア病になる。ちょっと狂犬病になる、ここ。逃げろ、帰ろう帰ろう。命が危険だ、命が。ていうか全身びしょ濡れ、最悪。足もぐちゃぐちゃで。帰ろう。え、戻れるか。ちょっとだいぶ距離あるぞ。え、だいぶ遠いぞ。どうした、大丈夫か。大丈夫だ。気をつけろ、クマがおるからな。クマが出てくるぞ、ここは。クマが来たら俺がやってるぞ。命の取り合いやってるぞ、クマと。くわりつらい。あ、危ない。大丈夫か。クマだ。クマ撃ったら俺に呼んで、俺やるわ。熊だけや。熊、ちょっと足腰が立たんもん。熊がおったら俺がやったる。取り合ったる。ちょっと待って。死んでしまう、これ。大丈夫か、全部。なんとか。イノシシおるや。イノシシ。イノシシ来たら怒鳴りまくったら逃げてったわ。危ねえな、ほんと、獣が。ああ。クマが一番危ないな、クマが。あいつら。もうね、山の中に2時間歩いて。2時間どころじゃないよ、もう。5時間以上歩いてるぞ。帰れるか。帰れるか。やったー、入口へ来た。やったぞー、ダメ踏んじゃえ。恥ずかしいよ、もう帰ろ帰ろ。ということでミッキーチャガエフ、ミッキーチャガエフ、かれこれ3時間以上歩いて雨の中、そうですね、なんとか戻ってこれた。中途半端なことやるもんじゃねえよ、命が大事、命が。でもヤバかったやろ、今回ヤバかったやろ、結構体あったやろ、あの断崖絶壁。動画出れんかったけど、イノシシとクマおった。俺が追い払った、俺が。ありがとうございます。やべえぞあいつら。鹿の糞も行こう。ああ、クマだ。クマの糞だこれ。クマは多いで気をつけろ、クマは。あいつら。どう。はいです。
今回やりきったな。ちょっと待って待って、これは犯罪だ、これこれはいかん。めちゃくちゃ悪い病気になっちゃうこれ。あー気持ちいい気持ちいい、あー気持ちいい。やぶかだこれ、こっちは山の蚊だ。おらんもんで獲物がいつも。俺も蚊刺されとる、いっぱい全然刺されとない。それなんで長い服着とるもんだよ。これ長袖着とるんだよ。当たり前や、ここ。これは大丈夫か。なんか蜂に刺されたみたいになっとるけど。どうや今回の冒険、命がけの冒険。楽しかったですね。ああ、あの沼が危なかったわね。そうそう、足取られて命取られるとか言ったで、あれ。殺人犯にやられたな。ああ、やばいぞこれ。楽しかったです。また会おうぜ。また行きましょう。そうじゃね。